義行さん、81歳の高校2年生です。64年ぶりに格闘するのはすごい。東京浅草、こちらは20歳の高校1年生、川下源次さん。現在序二段関取昇進を目指します。厳しい稽古を終えて毎日取り組んでいるのは学校の課題です。そんな年齢も住んでいる町も将来の目標も違う3人に共通していることがあります。今年81歳の谷義行さんは今は一人暮らし。お勉強楽しいですね。22歳で新聞社に就職、それから40年間働き詰めの毎日、学びたい思いは募るばかりでした。定年を迎えたものの、それから妻の介護に20年、学園に入学した時には80歳を超えていました。やりたいことはやれなかったっていうのは本当に後々まで、なんとか取り返してやろうという気持ちが付きまとってきますよね。ですから僕はオリンピックで金メダルを取れなかった人の気持ちよくわかるんですよ。これから世界に向けて WCT っていうのがあるんですけど、そこに行きたいです。幼い頃から世界の海を転戦してきた佐藤さん、プロとして飛躍するため練習時間を確保できる世界チャンピオンです。すごい難しくて、なんかものすごい努力しないと、多分なんかもう宇宙人みたいなすごい人だと思って、普通に全日制通ってたら海外の選手に多分置いてかれるなって思ったんで、でその通信制に選びました。夢は世界制覇。佐藤さんのように世界を目指す若者たちが通信
とか宿題もあるしとか先生に言われて、自分のペースでやれたらいいのにっていつも思ってたの で楽な道に行けると思ったんですけれど、いざ始めてみると自分の責任で全部やるので、自分で計画を立ててそれを実行したり、本当にそこを責任感と自己管理がすごい成長できたと思います。人間の人間たる声は心が惑おう、あの子の未来は惑おう。去年8月6日広島に原爆が落とされて67年目の日に、ガタロさんは一つの行動を起こした。商店街のアトリエで作ったオブジェ、赤い球体の周りに日本の原子力発電所と同じ数だけ煙突のような突起物をつけた。これはこれらはトイレの芯、トイレットペーパーの芯、これはワンカップの缶コップ、そういうのが大量に捨てられてるんでしょ。そういうものを寄せ集めて、ここにこういう形をオブジェまとまったものを作ったんだけど、ふるさとのこと、原爆で亡くなった人々のこと、父親のことを、ガタロさんはオブジェを持って原爆ドームに、決定した。とすると、この写真は今から44年も前のロズウェル事件で回収された宇宙人なのだろうか。ニューメキシコ州ロズウェルで起きたこの UFO 墜落事件に関して驚くべき新事実が明らかになった。1947年7月2日の夜、ゴロシッキ上空で爆発事故を起こし墜落した UFO は実は2機あったというのだ。1機はロズウェルの近くに墜落し、もう1機はさらに西へ飛び続けボススプリングスの近くに不時着したという。この衝撃的な事実を現場で目撃した人物を発見した。当時5歳だったというジェラルド・アンダーソン氏を訪れた。あれは1947年の確か7月3日だったと思います。当時5歳だった私は地質学に興味を持っていた父や兄やいとこたちと5人で珍しい石を探しながら平原地帯を歩いていました。午前11時頃だったと思います。